セス。フランチェスカ。あなたがセスの友人の方ですね。ああ。今の名前聞いてもよろしいですか？偽名でよければ。偽名でもそれがあなたの名前であるはずです。名はアランという。アランですね。はじめまして、フランチェスカと言います。セスから聞いたよ、先ほどだけどな。知っています。でも名乗りたかったんです。面白い子だな君は。そうですか。そうだよ、セスが気に入るのがわかる。なぜあなたは私を何者だと聞かないんですか？君はフランチェスカだろ。はい。なら君はフランチェスカだ。そうです。ならそれ以上でもそれ以下でもそれ以外でもない。そうです、その通りです。セスはどう聞いた？彼も聞きませんでした。彼には私から言いましたから。ああ、なるほどな。あなたはいい人ですね、アラン。あなたがセスと友達であった理由が分かった気がします。そうか。はい。そうか。俺には分からないんだけどな。人は自分のことほどよく分かりません。それはきっと君も同じだな。同じではありません。君はセスを失って悲しいか？分かりません。私は彼を得ていません。だから失ってもいません。それに私には悲しいなんて分かりません。じゃあセスが好きだったのか？セスは好きです。誰も彼も私は好きです。そういう意味じゃない、わかるかい？わかります。でも私はそういう風に愛せません。愛せないと思っているだけじゃないのか？前言を撤回します。あなたはひどい人です。自分でもそう思うよ。私には分かりません。何が？何もかもが。彼のことも、そして彼女のことも。彼女？私の友達です。名前をレーニエと言います。なぜ彼女のことが分からない？分かりません。分かろうとしなかったからでは？前言を撤回します。あなたは嫌な人ですね。正直な人って言ってほしいな。
正直な人ですね。君はこれからどうする？私はどうもしません。君は帰るのか？君は友達とセスの両方を失い、それでこれからどうする？前にも言いましたが、私は何も失ってなどいません。泣きたいなら泣けばいい。わかりません。私には泣けません。違うさ。何が違うんですか？それはな、これが君の涙だからさ。火は持ってるかい？ああ、タバコは吸ってもいいかな。構わない。ライターでいいか。ああ。それならある。久しぶりに吸った。クラクラする。どうぞ。いや、ありがたいが、いらない。俺は吸わないんだ。なるほど。
いいライターだ。進呈しようか。え？それはあんたにあげるよ。もう自分にはいらないものだ。そうか。じゃ、遠慮せずもらっておくか。ああ。君もどこか旅行にでも行くのかい？そうだね。そういうあんたもだろ。ああ、どこへ行こうかこれから考える気ままな旅さ。ああ、奇遇だな。こっちもそうなんだよ。とすると、女とでも一緒かい？いや、どうかな。あれが女だとすれば。だが、まあそうとも言えるな。とすると、あんたもそうかな。ああ、奇遇尽くしだな。面白い。それにしても、女で身を滅ぼすやつなんてバカだと思っていたんだが。思っていたんだが？まさか自分がそうなるとは思わなかった。そうなのか？あんまり信じたくはないがね。あれは毒さ。いつの間にか体中に回っていて、最後には脳までそれに侵される。そしてそんな毒にかかったことさえも気がつかないものなんだな。ああ恐ろしい。だが、それが幸せってやつなのかもな。幸せっていうのは意識しないものだろ。ああ、全く困ったことにな。あんたはどうなんだい？自分もバカさ。多分大バカだな。自分みたいのはあんまりいないだろうな。じゃあ愚か者同士ってことだ。これも縁だな。よし、何か飲み物でもおごろう。ああ、ありがとう。コーヒーでいいかい？ああ。それにしても女の支度っていうのは殺人的だな。手洗い一つが異常に遅い。それを待つのも務めなのかもな。と、おや、どうやらもうこっちの連れは来たようだよ。ああ、こっちも来たようだ。なかなか可愛い子じゃないか。いやいや、とんだ跳ねっ返りさ。それじゃ、行くか。ああ。ああ、ライターの例がまだだったな。そんなもんはいらないよ。いや、これでも受け取ってくれ。
トランプ？ああ、もう必要のないものだからな。神様だけ何視点。